まあまあ、原点っていうのはとても大事なことで、この笑いの原点でもある落語もやっていかなあかんな言うとりますけど、この前ね、先輩と蕎麦を食べに行ったんですわ。おい松陰寺、腹減ってへんか？減ってますね。ほな、なんか食べ行こうか。行きましょう。何食べたい？蕎麦食べたいですね。ほな、蕎麦食べに行こうか。蕎麦食べに行ったんですわ。おー、これは美味しそうな蕎麦でさ。ほら先輩、いただきます。うるさいな、ふふふふ。すいません、ふふしてるかな。それダンスバーやで、ダンスバーやったんすか。すいません、ちゃんと気を取らずいきますわ。いただきます。はぁ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 。うるさいな、そんな音を蕎麦で立てられたら、かなわんは蕎麦だけにな。お後がよろしいようで。